はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。三国志13すすんさんね、やっていきたいと思います。巨匠に来た、あ、そうだ、チンキさんに報告だよね。じゃあ行きましょう。行くか。さあね、龍炎さんのこう攻め込みに行ってますけど、お、都市使命が達成されました。サイヤ実績、功績サイヤ実績上昇と、お、認可まで4813と。まあ我が君とたくさん我が君って呼ぶとことになるとは思いませんでしたけど、お、3人の部署が一見の念を、はい、猛海さん抜群だね。はい、入りましょう。あ、高尊堂さんら3人がということですね。さあ談話行ってみましょう。はいはい、宗賢さんね。これ、両夫さんの部下だよね。ほい、陳貴さんに報告。はい、進んだな。戻られましたが、その手にある担当があった。はい、連戦と訓練かな。連戦と巡殺か、交換しましたね。さてさてと、じゃあ次は、はい、じゃあ中心変えるか。もうマックスいったもんね。内政が、はあはあもうこれだったらうちの神さんの方がいいのかな。農業重視、そうだね、うちの神さんにしときましょう。報告を扱っております。で、あ、そうだ、これで見なくて、これで見りゃいいのかな。関係で畏敬を持ってる方、ああ、おお、この方たちは何くれんの。これじゃないね、これかな。いや違うね。あ、交渉と巡殺か巡殺も いらないんだけどねあ、まあまあ、あ、なんで落としちゃったんだ私。居場所見とかないといけないよね。あ、牧羊武藤だけど賀来さんとか入ってんで、牧羊行きましょうか。官員さんに会いに行きましょう。牧羊、あ、これはチンなんとこだね。え、陳竜だ、牧羊だね。あ、官員さんね。はい、馬入んないねてんね。報告します。はい、と野木投手ね、どうぞ。報告します。はい、どうぞ。報告します。はい、このの方針について館長にて表情が解説。あ、ということは東卓さん出て行ってないんだね。あなたにも参加してほしい。32日、あー、いいでしょう。構わん、行きましょう。32日やったらいけるよね。あ、かといって牧羊まで行く理由が一回行って終わりじゃないからね。じゃあ行っか、向かっちゃおうか。館長、行くか。あ、城兵が落ちちゃったね。高尊さんさんが終わっちゃいましたね。おや、そこにいるのはと。はい、まさか祖孫とであるとは、たまにはとでもしてみるもんだと。はいはいはいと。はい、神さんと聖光栄さんね、よっこいしょ。で、あとは、あ、上皇さん、ちょっとこの辺ダメなんだよね。あれ、うちの神さんもう一人、あ、甲賀さんと言ってんだね。うん、あの、宝徳さんは全然大丈夫なんで、あ、小社寺さんなんかいいね。小社寺さん、副将にするならもう言うことなしだよね。はい、賀来さんが指導金庫、おお、剣閣。もう剣閣行ったんだね。おお、いっぱい行ってるわ。純優さんも行ってるんで、これはちょっと見ものだなあ。ああ、ちょっと行きたい気分だけどね、こっちにね。はい、制圧を開始と。おい、なんだい、キレイさん。報告します。はい、どうぞと。よいぞ。ああ、キレイさんとも、ちぎらないといけないね。はい。
私の理屈を聞いてください。正しければ死とは待てばない。正しければな。はい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 。じゃあ何行きましょうか。あ、これだね。裏を読むのだ。故事に曰く。なるほど。そういう理屈。で、これだね。もうこれだね。うん、これだね。故事に曰く。それは正しい。で、おや？おや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 。これ文字だね。事実。このような。はい。で、あ、これ決まったね。で、あ、これだね。もう、祖孫さんも商人ぐらいじゃ負けなくなりましたね。はい、で、これ何？はい、将棋投資ね。もう、円子さんがね、円子さんがあれしてますもんね。あ、どうもこんにちは。はいはい。これはどうなんだろう。これ白を落としたらね、でかいですよね。これなんせね、この剣閣のね、これが下方感がめんどくさいんですよね。白さえ落とせば、次はここにメンチコ感があるんで、次はこっちに行くんですよね。甲州から回り込むというような感じになると思うんですが、はい、館長入りましょう。はい、参加者まだだねと。ほいほい。あ、エインさんいけるじゃない。わー、これ抜群のコンビだ。エインさんと還元さんね。なかなかいいコンビですね、これもね。いや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 。あー、でもエインさんの方が頭はいいね。還元さん、ちょっとかなりフラフラだからね、これね。でもあれでも、大衆？大衆というか独立勢力だったんですよね、4州の。4軍、あ、4州か、4軍のうちの1人じゃなかったでしたっけ。違ったかな。これね、五感の調査大衆ですもんね。そうですね。で、劉備さんにやられちゃうんですよね、これね。え、観光さんは弟なんだね。え、観光さんって、観光さんって、あ、そうか、観光さんはすごく能力が高いと思うんですよね、確かね。あー、兄と弟で、あー、なんかあれだね。ジャギを思い出しちゃった。北斗の拳の。もうね、兄より優れた弟はいないでしたっけ。なんかそんなことに言ってましたよね。さあ、じゃあどうしましょうか。ね、館長についてそういうことないのかな。もう皆さん出てるわけでもないと。じゃあ飲みますか。お、宝泉さんも表情来てんだね。となると飲んじゃおうか。なんかいいもんありますか。うん、売り物全然変わってないね。金庫がまだありますから。さあ飲んじゃう飲んじゃう。名品振る舞いましょうね。さあ15ぐらいだったら皆さん来るかな、価値がね。はい、招待。わあ、少ないね。まあ、我が君ほっといても来るでしょうから、ここら辺ほっといても来るね。来るなって言っても来るよね。だからそうなったら、西洋さん。西洋なんだね。西洋じゃなくて西洋さんなんだね。これまた多分ね、後日また言いますよ、私。西洋さんだよね。西洋さんだよね。とか、またなんかね、言うと思うんで。いいメンバー来ましたね、いっぱいね。起きた。でもそっちか。こっちか。はい。はい、一騎と威風。あ、いいの交換してるね。この二人って何かないのかい。この二人って特殊なちぎりがあっても不思議じゃないんだけど。あ、これじゃないよね、ごめんなさい。これだね。相関図で見たら、これ見にくいんだよね。相関図、これって何なんだろう。1、2とかって何なんだろうね。よくわかりません。この使い方、いまだによくわかんない。呂布さん探すの楽なんだよね。武力で調べ、もう相当すれば一撃だから。
あら、この人持ってないね。東卓さんと持ってないね。あ、持ってるわけど普通の包囲になってるね。でこっちは、あ、これはいけるんだけどまだちぎれてないんだよね。だから次一緒に飲んだらちぎれそうかな。あ、そうか、これ娘っ子だわ。うちの神さんだね。お、こことここも、あ、まあまあ密なのはわかるね。あとスーさん、あ、こうやって見ると面白いかもしんないね。あ、なるほど、こうやって見ると面白いね。あー、ギオホさんだね。で、カクシさんの、あ、トービンさんね。これ誰？あ、キョウタンさんと何かあんのかな。おー、ほよよよよ。あ、こういうのみんなも面白いね。オフラさんと、コチューセンさんは、これなんかあんだね。兄弟なのかな。もう、ほにょ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 になってもんね。これ、ほにょにょにょは、娘っ子、あ、親子か。親子なの？おお。いや、何も書いてないけどね。あ、オフラさんの弟になってるね。なるほど。弟なのに名前の呼び方が違うんだよね。あ、こうやって見てると面白いかもしれない。ああ、いろいろつながりがね、見れますね。え、ちなみにこの純優さんは、あ、純優さんは、あ、何もつながってない。あ、そうなんだね。うわ。ああ。やっぱり、君主になる人は輪っか作ってますね、もうね。私はどこなんだろう。私はここ、え、私は、あ、私はここなんだね。ちょっと外れちゃった。え東卓軍の方に入ってないんだね、私はね。曹操さんの輪の中に入ってるんだね。それはさておきまして。じゃあ行きましょうか。じゃあ、私は漢中で、まだ暇なのかな。あー、しばしと言われましたが、あと10日後ね。あー、張博さん、あ、三葉さんと仲良くなってもいいのかな。はい、仲良くなりましょう。はい、もういい加減始まっちゃうでしょ。え、まだ始まんないの。これがよくわかんないんですよね。あと5日でしょ。これが正直よくわかんない。はい、どうしようかな。あと5日使えないかもわかんないんですよね、これね。あ、長英さんがいる。一円九さんがいて、あー、我が君がいるんですよね。まあちょっと言っときましょうか。何かあったか。はい、進んではないかと。談話でいいかな。どうしてはどうだ。でもいけんじゃない。あ、長江さんが、あ、我が軍に入ってきました。もうちょっと曹操さんフラフラだね。まだまだなのね。じゃあね、あ、長江さん採用されたんだね。あら、あれ、さっき長江さん、長英さんあれだったと思うんだけど、在野だったと思うんですけどね、多分採用されたんでしょうね。さあ、じゃあ誰と、あー、西洋さんね。よく来たな。西洋さんと回った論議かましましょう。策がござる、断らせて。お、あ、そっか、ダメなのか。理想の君主についてはって言って断らせてもらう。これ東卓先生に言ったらこの人首飛ばされそうだね。あー、でもこの人東卓さんの配下にしては珍しく清廉派なんですよね。ああ、そういうと王院さんも清廉派だ。あ、まあ王院さん弓引いたからね、間違いなく弓引いたから。そう思うと西洋さんね、あの三国志1から出てますもんね、西洋さんね。で、三国志1では軍師ができるんですよね。知力が90以上あったので助言をくれるんですよね。助言をくれるので、私はすごく初め重宝しましたね、なかなか。ですから劉備さんでやって、劉備さんで14国か、14国でやったら、ね、3日以内に来てくれって言われたでしょ、これ。もう本当にね。はい、このね、このは別に、まあ落とすとしたら上等かな。でもこの勢力差だったら一国で落とすのは無理だね。良き考えが。はい、平家熟練、あー、にまだ上げるの。考えがございます。農業、あー、商業、うん、どっちでもいいね。はい、
どの提案？ああ、どっちもちぎってる人だわ、これ。どっちもちぎってるな。どっちもちぎってんで、もう民進戦行ってますしね。騎兵は正直これ以上いらないんで、内政充実、どっちも困難でしたね。割れ？あ、割れないか。うん。また言い出したで、ね、この人。いや、そのため息分かりますよ。さっぱり分からない、見ましょう。これ、長領さんとも面白かったですよね。もう、やる前から負けてるよね。勢いは向こうにあるようだなと。お、また、また勝ち越して負けんのかな。減り方がすごいね。ね、すごいよね、リホ先生。ある意味、作戦では勝ってんだよね。まあ、戦術では勝ってんだよね。ほら、3勝1敗だよ、俺で。ねえ、まだ負けてるもんね。おっ、お、勝った。一件落着。一件落着。セリフがいいよね、もう本当に。ありがとう。ああ、それがしの勇士、これが結果か。認めてもらいましたかと。おお、親近感を最大に達成しましょう。お、私宝泉さんに味方したわけじゃないんだけどね。親近感上がったんだね、宝泉さんの。うん、ここいないけど。あ、まあいいか。じゃあ決まったことなんで帰りましょうか。あ、でもその前に、その前にちょっと見ていきましょうか。ああ、そっか、なかったね。ちと言わせてくれ。はい、班長さんね。班長さんか。ああ、これは落ちるな。これは指導落ちるな。これは安心して見てられますね。さあ、落ちるでしょ、これ。ああ、もう間違いない、落ちるわ。じゃあ、私はね、帰りましょうか。あ、ちょっと待って、帰る前にね、出れてる人、途中いない？出れてる人。いないね。武藤にもいないかな。あ、そうだ、出れてる人いいんだけど、仁春さん行っちゃってるんだ。となると、あ、ちょっと時間良くなっちゃったね。まあまあ、こう、あ、いや、違う。牧羊に向かおうとしたんだね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。ん？すそのさんでさんごふつじゅうさんね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。